封印の術まで扱えるようになったなんて成長したわね、カカシ。なぜサスケをつけ狙う？君はいいわよね。もう手に入れたんだからね。その左目のシャリンガン、私も欲しいのよ。ウチハの力まで。これだけ言えばわかるわよね。くだらない野望だ。でもそのために私の手足となって動く、いろいろな駒が必要。サスケもその駒の一人ってわけか。違うわ、サスケ君は優秀な手駒、ただの捨て駒よ。サスケにそれ以上近づくな。いくらあんたがあの伝説の3人の一人でも、今の俺ならあんたと差し違えるくらいのことはできるぞ。そんな封印してみてもまるで意味ないわ。わかるでしょ、復讐者なのよね。いずれ彼は必ず私を求める。力を求めてね。それに君が私を殺すんだって。差し違える。バカか俺は。